はい、えそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が一日一冊本を読んでその内容を動画でレビューをするという内容になっています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれども、まあその他の動画についてもチャンネル欄から再生リストを見ていただけるとわかるようになってますので、もしよろしければそちらをご覧いただければと思います。 また、各動画の説明欄にですね、Amazon へのリンクが貼ってありますので、もし興味を持たれた方は、そちらからご自由にご購入ください。また、えー、読まれた感想をですね、あのコメント欄にいただけると、まあ、非常に励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。えー、また、チャンネル登録とグッドボタンいただけると、えー、非常に嬉しいです。よろしくお願いします。で今日ご紹介する本は、こちらの頭が良いって何だろう、名作パズル、ひらめきクイズで探ると。 いうタイトルの本になりますでこの本はですね、まあ、タイトルの通りなんですけども「頭が良いって何だろう?」ということを、まあ、あの最初に定義をして、まあ、その頭の良さというものについて、まあ、特に、えー、パズルとかひらめきクイズと呼ばれるような、まあ、一般に IQ とかを測るようなクイズですね、まあ、そういったような、えー、事例を通じて えーまあ、頭がいい人はそれをどういうふうに理解するのか、まあ、どういうふうに解いていくのかっていうことを説明したりとかまたその面白いクイズを紹介することで、えーまあ、こう気づきを読者に与えるような、まあ、何かそういったような内容だったというふうに思います。 で、えー、とちょっとですね読み始めに想定していた内容とは違ってどちらかというとその頭が良いってなんだろうということに対して答えを出すというよりはですねまあ、こういうパズルとかクイズっていうのを通じて、まあ、頭の良さってものにはいろんな種類があるんだよとまたその天才という人たちも、まあ、いろいろな種類の天才がいて、えー、と必ずしもその決まった 頭のさっていうのがあるわけじゃないんだよってことをまあむしろ言ってるのかなというような内容でした。でえっ、ー、とー、まあ、20問ぐらいだったと思うんですけども、まあ、こういうパズルとかですねクイズっていうものを通じて、あのー、読み終えた時にはですねあの自分の中でなんとなくこう頭の体操になったというか、まあ、頭がほぐれた見方がこう変わったっていうようなまあ実感はまあ少しありました。なので、えーとーまあ、何かこう 答えを得ようと思って読む本というよりはそのクイズとかパズルを通じてですねこううーんと考えてみることによって、まあ、自分の頭をこうリフレッシュしたりとか、えー、まあ何か思い悩んだ時に違う考え方はないかなと、まあ、そういうふうに頭をシフトするきっかけとして読むっていうのがまあ面白い本,じゃ本なんじゃないかなというふうに思いました。はい。えー、ちょっと今日は短いんですけれどもこれで以上ですで。よろしければチャンネル登録およびグッドボタンの方ぜひぜひよろしくお願いします。